追加で借りてしまった借金を返すために利益をさらに増やさないといけないんですよ。どうしようもないお金の使い方してるケースがあるんですね。お金を貸してる側の立場からしたら、社長何やってんですかっていう話なんですね。どうもありがとうございます。西野沙翔です。よろしくお願いします。コロナなかなか収束しないですね。今ね、撮影しているのは9月27日ということでですね、まあ、今月末でようやく緊急事態宣言も解除されるんじゃないかと、もう動画が出てくる頃にはね、もう解除されてるんじゃないかなと思うんですけども、最近ね、もう周りの飲食店なんかもですね、休業してる店がめちゃくちゃ増えてきまして、なんかね、夜ご飯の楽しみが非常に減ってるなというのがありましてですね、早く再開してほしいなと思ってるんですけれども、今日はですね、コロナ融資を受けてる会社ってかなり多いと思うんですね。でもね、それって結構あんまり深刻に考えてない方多いと思うんですけども、かなりやばいことになってますよという話を今日はさせていただきたいなと思います。気づいている方はね、もちろんいいと思うんですけれども、何がやばいのっていうのに気づいてない方が意外といるなっていうふうに思いましたので、そのね、やばさについてお伝えさせていただきたいと思います。結構ね、コロナ融資でお金いっぱい入ってきて、手元のお金がね、余裕があって、いやー、なんかもうお金ジャブジャブあって余裕なんでって言って無駄遣いしたりね、贅沢しちゃってる人って結構いるんですね。まあさすがにね、それは論外だろうっていうふうに思うんですけれども、そうじゃなくてもですね、このヤバさっていうことに気づいてない方が意外と多いので、コロナ融資受けてますよっていう方はですね、ぜひ最後まで見ていただきたいなというふうに思っております。このチャンネルではですね、こういった経営者の方に役立つ話、会社にね、どうやってお金を貯めてキャッシュリッチな状態を作っていくかっていうのを日々ね、お話しさせていただいておりますので、ちょっとでもね、参考になったとか興味があるということであればですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、で、何がそんなにヤバいのかっていう話なんですけども、結構ね、とりあえずこの場をしのいで、まあ緊急事態宣言中をしのいで、コロナがね、なんか収束すれば元に戻って大丈夫になるでしょっていうふうに思っている方が結構いるんですけども、そうじゃないですよっていう話なんですね。元に戻ったんじゃダメですよっていうことです。そもそもね、コロナ融資って借金なんですよ。まあ多くの場合はね、1年から3年ぐらいの返済猶予って言ってね、元本返済しなくていいよ、利息だけ払ってくれればいいよ、利息も補給しますよみたいな期間が設けられているので、まあ、実質的にお金がね、借りて入ってきてるんだけど全然出ていかないっていう期間が結構あるんですね。で、まあなんとなくね、いずれ返済するっていうのは当然ね、分かっているわけなんですけども、まあその頃にはコロナも収束してるから大丈夫っしょみたいな軽い考えでいる方が結構多いんですね。で、全然そうじゃないですよっていう話です。まずね、法人が借金をする場合って通常どんな目的で借金するかっていうことなんですけども、大きく分けるとですね、基本的には運転資金か設備資金、この2つだけなんですね、借金する場合って。で、一つ目の運転資金、こちらのね、図見ていただくと分かりやすいのかなと思うんですけれども、日々の経費の支払い、例えば人件費の支払いであったり、消耗品買ったり電気代払ったりするっていうのは運転資金じゃないんですね。ここ勘違いしてる方が多いんですけれども、この図見ていただいて、これ貸借対照表っていうものを運転資金の部分だけ抜き出した図なんですけれども、売上債権と棚卸資産ってありますよね。これと買掛金、仕入れ債務ありますよね。貸借対照表って右側と左側に数字が入っていて、この右と左がね、同じ金額になるっていう仕組みになっているんですね。で、左側は会社が持っている資産の一覧っていうのが出ていて、右側はその資産をね、どういう形で調達しているか、借金で調達してきたのか、自分のお金で調達してきたのかっていうのを表していて、絶対右と左が釣り合うようにできてるんですが、この運転資金の部分、売上債権と棚卸資産、これはですね、会社が一時的に立て替えているような状態になっているお金と思っていただけるといいのかなと思います。まあ、例えばね、在庫が分かりやすいんですけども、在庫ね、物仕入れて買ったらもうお金先払って物の状態で置いてますよね。でもこれってまだお客さんに売れてないので、一時的にお客さんのために売るものを会社が立て替え払いしているみたいな状態になっているってことですね。で、売上債権、これはまだ売ったけど回収できてないお金ですね。で、この仕入れ債務っていうのは逆に立て替えてもらってる状態ですね。逆に、物は買ったけどまだ払ってない状態、立て替えてもらってる状態で、この差額ありますよね。ここの運転資金って書いてある部分、ここを運転資金っていう名目で金融機関から資金調達するっていうのが運転資金なんですね。まあなかなかね、これだけ聞いても理解できないかもしれないんですけど、なんとなくこんなもんだというふうに思っていただければいいと思います。日々の経費の支払いじゃないんですよということです。で、この運転資金って例えば5年10年経ったら減ると思いますか、どうですかっていうと、事業を継続している限り、まあ常に必要になるお金なので、まあずっと借りっぱなしにしておくのが本来正しい借り方だというのがこの運転資金です。で、今日はね、これの説明じゃないので、まあ運転資金の話はこれぐらいにしますが、もう2つ目、設備資金ですね。まあこれは要は投資ってことですね。まあ事業投資もそうですし、設備投資もそうなんですけど、将来のための投資のためのお金ですね。これは金融機関からお金を借りて行うということができるということです。でも基本的にはこの2つだけなんですね、お金を借りてやるべきことっていうのは。なので納税資金であったり借金のね、返済資金を借
金で賄うっていうのはそもそも間違っているっていうことなんですね。この納税資金であったりね、返済資金を借金しなきゃいけないっていうのはもうお金が足りてないっていうことなので、足りないお金、不足資金を借金で賄う、それをしてしまうとですね、その新たに借りた借金を返済するためにさらにこれまで以上に利益を増やさなきゃいけないっていう話になってくるんですね。いつも言ってますけども、本当の意味での借金返済っていうのは税金を払った後で会社に残った利益でしかできないんですね。なのでコロナ融資って基本的に足りないお金を借りてるんですよね。なので足りないお金を借りてしまったら、コロナ前よりもですね、利益が増えていなければ資金繰り、返済が始まったのも回りませんよっていうことなんですね。コロナ前に戻ってもダメなんです。追加で借りてしまった借金を返すために利益をさらに増やさないといけないんですよっていうことなんですね。ちなみに成長企業の場合なんですけど、例えば物販をやっている方なんかはこういう方多いのかなと思うんですが、とにかく物を仕入れてくれば売れますという状態になることってあるんですね。なのでもうお金さえあればとにかく仕入れたいと、そうしないと機械損失が発生してしまうと。なので手元にお金置いとくのもったいないということで、とにかくもう全部仕入れに使っちゃいますと、でも全部売れるんですという会社があるんですね、成長企業の場合。そうするともう手元のお金全部仕入れに使っちゃうという状態にすると、消費税であったり法人税の納税資金というのが足りなくなったりするんですね。税金というのは基本的に後払いなので、そのお金使っちゃうと納税資金足りなくなるということがあるんですね。でそんな状態の時に銀行にね、まあ消費税の支払いがあるからお金貸してくださいって言って借金したりするんですけれども、これですね、見た目としてはですね、税金の支払いできないからお金借りてるっていう形になってますけれども、実質的にはですよ、これ運転資金を借りてるっていうことなんですね。要は仕入れのためにこれ在庫が増えると運転資金が増えるって分かりますよね。さっきの図で覚えてますかね、こっちの図。なので実質的に足りないのは納税資金じゃなくて運転資金だということなんですね。だから銀行もその名目であればお金貸してくれるっていうことなんですね。税金払うのが足りないからお金貸してくださいは基本的に銀行貸してくれないというふうに思った方がいいんじゃないかなと思います。でですね、実際にコロナ融資を借りてしまった場合、どのくらい利益を増やさなきゃいけないのかっていう話なんですけれども、こちらのですね、表にまとめてみました。こちらの表ですね、利息は考慮しておりませんので、利息のね、ゼロの期間っていうのが終わったら、こちらの表よりもさらに利息分も上乗せして稼がなきゃいけないということなんですね。どうですか皆さん、借り入れの額と融資期間ごとに返済するために必要となる利益の額を出しているんですけれども、まあ大体ね、5年ぐらいで融資受けてるところが多いのかなと思いますので、5年のところを見ていくとですね、例えば3000万円調達しましたっていう場合、5年返済だと返済がスタートした年からですね、税引き前利益、税金を払う前の利益で1000万円は上乗せしないとお金がマイナスになりますってことですね。結構ですね、使う用途別にないのに引っ張れるだけ引っ張っとけっていうことで、必要ないのに借金増やして手元のお金増やしてますっていう会社いっぱいあるんですね。でそのお金ね、まあ使い道がないので手元にとりあえず置いとくままにしておくっていう状態にしておけば、まあそのお金をね返済すればいいだけなので、まあじゃあ何のために借りたのっていう話もあるんですけども、とりあえずそのお金返済に回せばいいだけなので、最悪その場合にはね、利息分ぐらい上乗せして稼げればどうにかなるという状態なんですけど、問題なのはですね、手元にお金あってなんか余裕だなって言って、うちなんか儲かってんのかなって勘違いしてですね、無駄遣いしてるケースがあるんですね。将来のための投資なら別にいくら使ってもいいんですけれども、それはね、将来のために投資して増やして回収すればいいだけの話なので、それはね、正しいお金の使い方かなと思うんですが、でもそうじゃないケース、最悪の場合はですね、なんかお金余裕なんでフェラーリ買っちゃいましたみたいな、どうしようもないお金の使い方してるケースがあるんですね。それってね、どういう状態かっていうと、借金をしてね、銀行からお金を借りてきて、その借りた金で無駄遣いや贅沢をしているってことなんですね。豪遊しているってことなんですね。これ家計に置き換えて考えてみていただきたいんですよね。例えばね、旦那さんが消費者金融から借金をしてきて、例えば車にね、何百万もするスピーカーをつけてたりとか、ウーハーつけてなんかどこどこ言いながら走り回ってたりとか、なんか車高を下げて地面スレスレの車にして、なんかマフラーも後ろ飛び出てたりとか、そんな改造にね、なんか何百万とか使ってたらどうですか、アホかってなりません？まあそれ借金じゃなくてもどうなんだって話はありますけれども、そんなことしてアホかってなりますよね。じゃあ例えばね、奥さんが消費者金融で借金してブランド物のバッグを買ってきたりとか、ホストクラブに通い詰めてたりしたらどうですか、ふざけんなってなりますよね。それを会社のお金でやっちゃってるってことなんですね。会社のお金でですね、豪遊してるっていうのは基本的にそういうことなんですね。銀行からしたらですね、お金を貸してる側の立場からしたら、社長何やってんですかっていう話なんですね。そんなことをするためにお金を貸してるんじゃないですよという話です。会社の金の場合ですね、手元にね、現預金たくさんあると自分のお金みたいに思っちゃうんですよね。まあそういう経営者がいると。でもですね、会社のお金のうち自分のお金っていうのは、自分でね、最初に出資した資本金であったり、過去に会社が稼いできて税金を払った後で残った利益、
これだけですからね。まあ、いわゆる自己資本と言われる部分だけなんですね。会社の本来の自分のお金っていうのは。会社のお金ね、自己資本比率が何パーセントなのかって皆さん把握していますでしょうか。そういったことも把握できてないのに無駄遣いしているとしたらですね、相当やばいです。総資本。要は、会社が持っている全ての資産に対する自分のね、資産の割合を自己資本比率って言うんですけれども、自己資本比率が例えば 10%。これっていい状態だと思いますか？それとも悪い状態だと思いますか？いかがでしょうか？まあ、これだけ聞いても、って思いますよね。自己資本比率 10% はよくわからんなって感じだと思うんですけど、じゃあね、自己資本比率 10% って逆から考えるとどういうことかっていうとですね、他人資本比率が 90% っていうことですね。要は負債、借金ですね、払う金返す金が 90% だということなんですね。この負債、他人資本っていうのはいずれ払う金返す金っていうことです。出ていくお金っていうことです。実際中小企業っていうのは自己資本比率 10% 以下の会社ってすごいたくさんあるんですね。むしろ多数派ぐらいっていう感じなんですね。なのでそういう状態ってことはですね、総資産が例えば1億円あるって言ってもですね、そのうち9000万円は他人のもの、つまりいずれ払う金返す金、出ていくお金なんですね。まあそういうもので構成されているということです。要はですね、それ借金まみれっていう状態ってことですね。そんな状態であるにもかかわらずですよ、会社の金を無駄遣いしたり豪遊したりしているっていうことはですね、もはや常軌を逸していると、まあ言っても過言ではないんじゃないかなと思います。でも会社のお金だとそういうことをしている人がいるんですね。なんか毎日飲み歩いたりとかキャバクラ行きまくってたりとかする経営者の方はたまにいらっしゃるんですけど、数字全く見れてないってことです。そんな会社が残念ながらたくさんあるんですね。数字を見ない、読めないとそういうことに気づけないんですね。自分の会社がいい状態なのか悪い状態なのかわからないということになっちゃうんですね。世の中本当の金持ち、要はキャッシュリッチな状態の会社っていうのももちろんたくさんあります。そういう経営者もたくさんいます。そういう人たちの共通点として、まあね、商売のセンスとかっていうのももちろんあると思うんですけれども、まあ、絶対に数字めちゃくちゃちゃんと見てます、管理してます。じゃないとお金が残る状態っていうのは作れないっていうことなんですね。俺数字苦手なんだよな、税理士任せてるから大丈夫じゃないんですよ。ほとんどのね、会計事務所、税理士っていうのはそこまでのことは任されていないんですよ。会社の資金繰り良くしようと思って関わっている会計事務所って少数派なんですよ。経営改善したりとかそんなことまで任されているという認識がないんですね。うちはね、むしろそこをメインの業務として、会社に残るお金を最大化して利益を最大化して、で会社に稼いでもらって、そのうち一部を顧問料という形でいただくというビジネスモデルになってますので、会社に稼いでもらえばその分うちに入ってくる顧問料もちょっとずつ増えていくみたいなイメージですね。まあ会社としてはね、利益増えてその分のちょっとを顧問料として払うみたいなイメージなので、まあ他社より多少をね、高かったとしても、まあ痛くも痒くもないわけですね。それ以上に利益増えてるので、お金増えてるのでっていう仕組みでやってるんですけど、一般的にはですよ、そこまでの業務っていうのは受け負っていないわけですね。会計処理をしてあげたり、税務処理、税金の計算をしてあげたりっていうのがメインの業務なわけです。まあそういう作業の代行ですね。それがメインになってるわけですね。月3万5万の顧問料で経営責任まで負えますかっていう話ですね。まあ最低賃金のパートさんを雇うということを考えていただくとイメージつくかなと思うんですけども、3万5万じゃ最低賃金レベルで、高校生とか何の経験もない高校1年生を雇うにしても3万5万じゃ大した時間使えませんよっていう話ですね。最低賃金の人を使うにもそれなので、税理士ってまあ結構ね、難関資格なので、まあ時給そこそこ高いんですね、資格持ってる人っていうのは。そう考えるとですよ、その人たちが御社に使える時間ってどれぐらいあると思いますかっていう話ですね。なので、まあ、どこまでのことを税理士にお願いしているのか、税理士がやってくれているのかっていうのをちゃんと把握しておく必要があるんですね。税理士に任せるにしても、やっぱり社長自身がちゃんと数字見てないとまずいですよって言って、税理士はここまでやってくれて、ここの部分は自分で見なきゃいけない、例えば財務の部分は税理士やってくれないから自分で見なきゃダメだよねっていう、どこまで自分でやんなきゃいけないのかっていうところはちゃんと把握しておいた方がいいと思います。ここ期待ギャップがかなりあるところなので注意した方がいいなと思います。もしですよ、社長が全然見てなくて税理士も見てないとなると、誰が見てくれてますかっていうと、誰も見てないっていう状態ですからね。もちろん申告作業とか毎年やらなきゃいけない形式的なことは当然ね、税理士さんやってくれてると思いますけれども、重要なのはそのね、出てきた数字をもとに、正確な数字をもとに会社を良くしていくっていうことなので、会社の未来を良くしていくために、この今の数字を使うっていうためにこの数字っていうのは生かすものなので、そういった視点でですね、数字をちゃんと見ていくっていうことは会社を成長させるためには絶対に必要だと思います。まあイベントなんかね、開催する場合分かりやすいんじゃないかなと思うんですけど、なんかイベント開いてね、例えば集客目標とか立てていろいろやってみて、あ今回こうだったな、次回はこうしようって言って、2回目さらに精度上がってブラッシュアップしてね、2回目イベント開くときはもうちょっと精度が上がって収益も収支も良くなるみたいな、仮説とね、実践と検証ってやりますよね。
でも経営の場合は目標立てない結果見ないでね、良くなるはずがないですよね。なので経営する場合絶対数字見てちゃんと仮説実践検証を繰り返して良くしていくっていうことをやっていただく必要があるのかなと思います。それをすることでね、間違いなく会社の未来っていうのはいいものになっていきますので、もう本当に例外なく絶対改善できますので、全ての経営者、特にですね人を雇っていたり上を目指している方は絶対に数字を見て経営してください。もし全く数字見てなくて現状がいいのか悪いのかわからんということであれば、年商3億円以上あるような会社であればですね、もう無料で財務相談して、今いい状態なのかどうなのか、どこが改善できるのか、どれだけ改善余地があるのかみたいなことを財務診断無料でさせていただきますので、ぜひね動画概要欄の方からご連絡いただければなというふうに思います。一度ご相談いただければなと思っております。はい、ということで本日は以上になります。少しでもねこのチャンネルの内容がね役に立ったということであれば、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ということで本日は以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。